If I go to attack the front of the rim and I feel that my shoulder's on his chest, I need to do some kind of move to ultimately create separation. 皆さんこんにちは、アイビスです。本動画は NBA スキルコーチドリュー・ハンレンのミドルシュートを打つためにディフェンスとのスペースを作るムーブの解説をします。ドリュー・ハンレンとは近年ではジェイソン・テイタム、ブラッドリー・ビール、ジョエル・エンビードなどのコーチをしている非常に定評のある NBA スキルコーチです。まずは簡単にどんなムーブなのか見てみましょう。 So I'm right here, I float, I get body, and then bump! Right there, and then I'd ultimately jump up and knock down the shot. このような感じです。もし最初のドライブでディフェンスを抜き切った、あるいは横並びになったという場合は、そのまま直接的にゴールに向かいましょう。この場合に必要なことはスペースを作るムーブではなく、ゴール付近でのフィニッシュスキルやパススキルです。一例としてジェームズ・ハーデンのドライブを見てみましょう。ボールを前に出してファールを誘ったり、ステップのタイミングをずらしたりしてディフェンスにブロックされないようにしています。ではどういう時にスペースを作るべきなのでしょうか。それは自分の肩が相手に当たり、ゴールへの直線的な動きが阻まれてしまった時です。こういう時にそのままゴールに向かっても、どんどんゴールから迂回するように相手に押しやられてしまいます。場合によってはコートの端まで押しやられて、思わずボールを持ってしまい、そのままなすすべがないという状況になってしまうかもしれません。またスペースを作らずに無理にレイアップやジャンプシュートに行ったらどうなるでしょうか。よほど身長差があれば大丈夫かもしれませんが、通常ではチェックされておしまいです。一例としてトンプソンのディフェンスを見てみましょう。クリッパーズのギルジアス・アレクサンダーがドライブを仕掛け、ゴールに直線的に向かおうとしますが、コーディフェンダーのクレイ・トンプソンに阻まれ、ゴールから追いやられて、最終的にはシュートをブロックされています。そのためディフェンスとのスペースを作るというムーブが必要になってきます。ちなみにアレクサンダーは現在サンダーにいます。さてそれを踏まえた上でもう一度見てみましょう。 So I'm right here, I float, I get body, and then bump! Right there, and then I'd ultimately jump up and knock down the shot. なんとなくイメージがつかめたでしょうか。それではこのムーブをやる際の注意点をドリュー・ハンレンが解説しています。イメージがつかめた上で自分がこのムーブをやることを想像しながら注意点を見てみましょう。 Get him thinking that I'm going to the basket so that he retreats to the basket so we have maximum separation, then we can get on balance and knock down our J. What we're going to do is we're going to do a half or a mini inside out dribble while nudging with our shoulder. We don't want to nudge with our arm because if we push off right here, the ref's going to call a foul. So it's our shoulder and basically to our elbow we can give him a little nudge. So this ball at the same time as the bump hits and does a mini inside outBoom! And now we rotate out. ここでトラベリングではないかというふうに思った方もいると思います。実はこれはトラベリングではありません。トラベリングに数えられる歩数はボールをキャッチしてからの歩数になるためです。相手にぶつかって距離を作ってる間、ボールをコントロールしつつもキャッチしないようにして距離を取り切ってストップする瞬間にボールをキャッチすればトラベリングにはなりません。ただし距離を作る間にキャッチをしなかったとしても、ボールをコントロールしている手を上の方に向けてしまう、いわゆるキャリーのようにしてしまうとトラベリングを吹かれてしまうので注意しましょう。ここでドリュー・ハンレンの解説を見てみましょう。 Watch when I pick up the ball, because the only time that your steps count is when your ball is secured and you picked up your dribble. So if I'm right here and I bump off, notice I take my 1-2 before picking up the ball and then I just and I only take one step. So again, one more walk down right here, it's boom.And it's important that this ball claps and picks up the ball at the same time that this pivot foot is down. ただし審判の技量によってはトラベリングを吹かれてしまうこともあるかと思います。それに対応するため別のムーブをドリュー・ハンレンが紹介しています。So I float, I explode, skip, throw it out, and now I jump up and ultimately knock down the J. 無理に2つを覚える必要はないと思います。審判の技量が十分に高いのであれば、いろんなところに応用が効く最初のムーブの方が覚えるには良いと思います。余談ですが、レイアップに行く時などのステップでボールをキャッチして同じ足でスキップ、つまりケンケンするとトラベリングになるので注意しましょう。ドリュー・ハンレンのムーブはドリブル中なので同じ足でスキップしても大丈夫ということです。それではこのムーブの注意点をドリュー・ハンレンが解説しているので見てみましょう。If I start to drive downhill and I notice there's a little separation between us, what I'm going to do is ultimately pick up this inside foot and skip off of it. So watch just this foot right here. It's just going to skip
and then dribble to the side. I drive as the ball is floating up, so the ball is going to hit. And then as the ball is lifting up, I skip and then dribble the ball out and then shoot a regular 1-2 pull-up J or a hop J if you shoot off the hop. The important thing is that you get two steps with your inside foot. It's a hit, hit, and then skip off of it and push off.さて、このスペースを作る技術はそもそもどういった選手に必要なのでしょうか。代表的なのがプレイメーカーです。まずプレイメーカーは期待値の高いゴール付近のシュートやオープンスリーを作ろうとします。例えばピックやワンオンワンで抜いた後、そのままレイアップなどで点が取れるなら点を取るわけですが、相手もヘルプが出てなんとか防ごうとします。よくあるシチュエーションが抜いた、ヘルプが来た、外にキックアウト、フリーでスリーポイントです。しかしながら現代バスケットにおいて期待値の高いゴール付近とスリーポイントは何よりも防ごうとします。そのため抜いてもヘルプが来てゴール付近を防がれ、キックアウトしてもディフェンスをローテーションされ、スリーポイントも簡単には打たせてもらえないようになってきています。高いレベルになればなるほど全てを守るのは不可能になってくるので、何かを捨てざるを得なくなってきます。それならば期待値の低いミドルシュートを打たせてしまおうという傾向があります。そこをついてミドルシュートが入ってくるようになると、相手は守りようがなくなります。このミドルシュートを正確に入れるための技術の一つにスペースを作るムーブがあるわけです。つまりこのムーブは簡単に言えばガードの選手、特にプレイメーカーに必要になってくるということになり、これを身につけることによってプレイメーカーとして1段階上のレベルに行くことができます。一例として NBA でトップクラスのポイントガードクリス・ポールのプレーを見てみましょう。まるっきりドリュー・ハンレンのムーブと同じわけではないですが、ゴール付近とオープンスリーが阻まれた時、スペースを作って落ち着いてジャンプシュートを打ち点を取っています。クリス・ポールを代表とするこのようなポイントガードを目指す方には身につけたい技術です。ただしこれはあくまでもゴール付近とスリーポイントが入る能力が十分に身についてからのことになります。それらが身についていないのであれば、それらを後回しにして先に習得すべき技術ではありません。そこは間違えないようにしましょう。以上です。皆さんのバスケットボールライフの一助になれれば幸いです。ではまた。